中日時代、小林光也は日本の元プロ野球選手、宇藤右打ち、プロでは育成選手であった。小中学校時代は投手として活躍。小学校時代は全国3位。中学時代は調布シニアに所属し全国制覇を成し遂げる。新潟秋のリ時代は2年次の秋に野手に転校。3年次の春からスタメンとなり、夏は 新潟県予選準決勝で敗退。高校卒業後は、首都大学野球連盟に所属する東京経済大学に進学。2部リーグ在籍のシーズンもあるが、大学通算13本塁打を記録し、4年秋は2部、ベストナイン。2005年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズが同年から運用を開始した育成選手としての指名を実施しようとしたが、 この時小林はすでに明治安田生命への入社が内定しており、社会人チーム内定選手は育成選手としての指名はできないという規定に抵職することから日本ハム側が指名を見送るという事態になった。これ以降日本ハムは2018年にエビ原一家を指名するまで育成選手を指名しなかった。大学卒業後は内定していた明治安田生命に入社。 公式野球部に入部するも、ドラフト会議の苦段の影響で野球に対する情熱を失ってしまい3ヶ月で退社する。その後、野球とは無縁の一般企業に就職し、子供たちへの指導を行っていたが、友人から誘われ2008年にクラブチームの東京野良いクラブに入団。スカウトが偵察に来るようになってから、再びプロを目指すようになった。2008年10月30日。 プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから育成枠で指名され、11月17日に仮契約した。中日では在籍3年で支配下選手登録されることはなく、2011年11月1日に戦力外通告を受けた。同年12月6日、育成選手として読売ジャイアンツに入団することが発表された。しかし、二千十二年十月三日に再度。 戦力外通告を受けた。対談後は現役を引退。一年のブランクを経て、古巣の東京や良いクラブに復帰。コーチを兼任しながらプレーしていたが、現在は対談。キャンプを視察した複数の評論家からは、長打力を評価された。自身は逆方向への長打のバッティングを得意としていると語る。目標とする選手に、日本では和田和弘や村田修一。 メジャーではサミー・操作やアレックス・ロドリゲスを挙げている。ありがとうございます。